それでは最新の気象情報をお伝えいたします。宇野澤さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、まずですね、皆さん気になっているのはこちらの台風5号かなと思うんですけども、はい、台風5号ですけども、18日、今日の12時お昼の段階では、あ、ちょっと先島の北の方にあるという形になります。はい、まあ、大型ということもあって、この強風域の方もだいぶ広くなっているわけなんですけども、うん、そうですね。はい、でこの後ですね、25キロで北に進むというような状況なので、まあ、比較的ゆっくりかなというところですね。うん、まずですね、沖縄エリア、こちらの方は雨風も強いんですが、はい、波が高いんですね。うんうん、波の高い状態が続きそう。はい、でさらにこの波の高いエリアは東シナ海の方を少しずつ北上していくといったような状況となりそうです。で今回なんですけども、この台風本体が直接やってくる前に雨の方がしっかり降るというのが特徴なんですね。うん、はい、こちらが今日午後9時からあさっての土曜日20日の21時ですか、午後9時までの48時間の総雨量になるんですが、台風本体の雨雲は実はこちらの方なんですね。うん、かなり離れた場所、それよりも東側の方で、強い部分、赤い色の部分が出ています。はい、こちらの方では48時間240ミリ以上、場所によっては300ミリに超えるような形になります。はい、ですのでこの先日曜日ぐらいまで見たときにはトータルの雨量として500ミリ近くいくところなんですね。はい、で昨年の西日本豪雨の時400ミリを、まあ、記録した場所ではほぼハザードマップ通りの場所で災害が発生しています。はい、ですので今回もそのような恐れがありますから、はい、今この時点においてハザードマップなどを確認しておいていただいて、はい、なるべく早めの避難、または、うん、その備えについてお願いしたいかなと思います。はい、わかりました。今後も情報の確認と早めの安全確保が大切になりそうですね。そうですね。はい、野澤さん、ありがとうございます。はい、最新の気象情報をここまで見ていきました。